地球上の皆さん、こんにちは。 K-E-M-I-O ケミオでーす。どういったよ。 OK ということで、みんな先週1週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。ねえ、お願いだからさ、私が喋ってる時にそういうアクションストレージだったらてめえのこと消すけどどうなのって感じ。こんにちは。てみおは今すごく、なんて言うんだろう、スカスカしてるの、気持ちが。なんでかっていうと、もうタイトルでみんなも分かったと思うけど、実は昨日うちと友達のスーラね、今東京から遊びに来てるんだけど、みんなスーちゃんって呼んであげて。スーちゃん。で、うちとスーラが昨日ね、うちの家にね、スーラが遊びに来てくれて、一緒にね、1階から3階までエレベーター乗ったの。そしたらね、途中でね、エレベーターがね、ドンって行って、え、どうしたのと思って、このエレベーターマジ思春期とか思って、すごいムラムラしてんのかなと思ったのね。そしたらね、エレベーターが止まったので、うちは閉じ込められたの、エレベーターに。それで、しかもそれ40分ぐらいマジで閉じ込められて、でうちらマジで焦ったんだよね。最初うちら最初なんかのドッキリかと思って、エレベーターの扉でやってるって、で日本テレビでーすみたいな感じで来ると思ったの。え、うちちなそんなに有名になったとか思って、うちらなんか調子書き始めたんだけど、でも全然マジの中のマジのリアルで、全然ドア叩いても開かねえし、しかもなんか日本みたいになんかここ押したら上の人と喋れますみたいなボタンとか探してもクソほどねえの。ほいでなんか番号が書いてあったんだよ、なんかここに電話して管理人みたいな。でそこにね、電話をねぶちかけたらね、なんか知らない男の人が出てね、なんか何みたいに言われて、いや実は今エレベーターに閉じ込められてどうしてすればいいですかって言ったら、え、なんで僕にかけるのって言って切られたのね。うん、でだから多分そのエレベーターのあった紙がすごい古かったから、多分番号が変わってるのにそれにメンテをしてなかったの多分。だからもうとりあえずいい加減にしてって騒ぎだったので、うちらマジ現代っ子だなっていうのが本当に思ったのが、エレベーターが止まった瞬間、え、どうしようとかじゃなくて、ね、インスタライブしようって言い出したので、多分だから昨日の朝、日本時間の朝かな、インスタライブ見てた人はうちらの状況知ってると思うけど、でもこれみんなにシェアしたいと思ったから、ちょっとインスタライブの動画をちょっと保存したから、それを見ながらちょっと実況というか、みんなにちょっとこういうことがあって、うちらは生きて帰れましたっていうのをシェアハピしていきたいという動画です。一言どうぞ。ね、何してんの、始めんだけど早く来なよ。早く来なよ、なんなの。ほら、ほんとに遅刻するやつはね、3秒以内に来なかったらマジスワイプしてぶち消すからよろしくってことで、じゃあ一緒に見よう。ぶっちゃけさ、今だから言えるけどさ、マジでトラウマだよね。ほんとそれ。しかもね、もうね、これね、多分ね、ライブ始めたのがね、閉じ込められて大体5分10分経ったから、もううち座り込んじゃって、ほんとに汚い足も前にボーンって出してんだけど、めっちゃリラックスしてるよね。ね、それな。だってリラックスするしかなかったの、ほんとに方法がないから。マジでボタンがね3つあってね、緊急事態で下まで速攻に直下するみたいな、落ちてきますよっていうボタンと、なんかこうエマージャンシーボタンって言って、なんかピーピーって鳴らすボタンと、もう一つがなんかよくわかんないボタンがあって、なんか誰かと話すとかがないの。これ死ぬ前のことかもしれない。ほんとこの女ね、こういうネガティブな発言ぶちかますからね、ほんとに。なんか遺言みたいな、ね、やめなよ、うちらはこんなエレベーターごときで死なないからね。なんかそしたらなんか今助けが向かってるから待っててねって言われて、そうそう、なんかうちらがねドア思いっきり叩いて、助けてください help help please does anyone there って思いっきり大きい声で言ったら、知らない女の人がねかすかにね、なんかどうしたのみたいな、いろいろ聞いてくれて、でなんか今から私が消防車呼ぶからみたいになってくれたの。それだけは聞こえたので、なんか助け呼んでくれて、それも多分待ってる時かな。これほら、これボタンね全部押してるのにね、見て一切動かないの、全部いきなりドンって止まって、てかさっきなんかここに書いてあった電話番号に電話したら、なんか男の人にとか、なんで俺に電話するのって切られたんだ。あの男マジ何なの、本当に仕事して大丈夫とか言ってほしかったよね。間違い電話なの分かんないけど、てかとりまアパートのメントのさ、マネージャーもさ、髪張り替えないよって。話笑い事じゃないけど、突然冷静になったね。マジ笑い事じゃないけどとか、突然ガチ入ってビビったんだけど今3ミリぐらい違う。だってもう、だって暑くなってきたもん。暑いね。本当にでも暑くなってきたよ、マジで。てかエレベーターにうちらのこと閉じ込めるって、マジこのエレベーターいい面してるよね。そうだよね。まあ、時代が時代だったら処刑されてるよこのエレベーター。みんなにね、だからね、どのボタンを押したらいいかってこうやってね聞いてね、やったの。こうやってロビー押してって言われたから押したけど、一切動かないの。だからね、みんながね結構アドバイスくれたの、コメントでありがとね。本当に天井から降りれないっていうコメントが来ててね、うちね、ワイルドすぎてマジ死んだって思ったの。どういうこと、何これサスケなのみたいな。私たちこれサスケ見れてんのみたいな。って言われたの。だからうちわかんないじゃん、うちら。だから I don't know って言ったの。止められてんのうちら。でもあの女の人今電話して、今もう向かってるから。そう、あの女の人が警察呼んでくれたの。警察じゃない、消防署。We have been stuck in here in elevator like 20
そこの辺からね、みんながね、コメントでね、あんま話さない方がいいよって、酸素が消えるよって言われて、え、うちらってそんなサバイブの状況いいのと思って、マジ焦ってきて、ほら酸素大丈夫、酸素なくなるよとか言われてさ、うちらマジギャルだからさ、口数がさ、ほんと死ぬほど多いの、本気で響いてた、ね、マジ怖くねみたいなことずっと言ってたよね。マジさ、これうち思うんだけどさ、一人だったらって考えるとマジ怖かったんだけど、何この上辺な感じ。そういう大学生よくいるよ、酔っ払って。ねえ、マジ興味ないってよかったっていうの。ほんと消すかんだよ。聞こえる見て。後ろパトカーの音聞こえたの、こっから。Oh my god。そう、消防署の人のがプーっていうサイレンで来てる音、うちらここ聞こえたんだよね、うちらのために。で、うちらその時にやばい、うちら助かるみたいな感じで赤飯炊き始めたの。本当に近づいてる、赤飯炊き始めた。ほら、みんなもね、音する音するって。なんかゲロ吐きそうで気持ち悪くなっちゃう。本当に気持ち悪かったな、あの時。本当に危ない。だよね。いや、マジ焦るもん、普通に。しかもあなたはさ、ここに住んでるわけじゃなくてさ、旅行で来てるからさ、違う国のエレベーターに閉じ込められるってさ、最悪。どんな処罰みたいな。本当に。ほら、みんな優しいコメントで、もう少しだ頑張ってって、うん、そんな難しいことさないよ。なんか向こうがさ、何が見えますかみたいな言われても、壁みたいな。それしか言えないくない。ほんとそれな、壁しか見えねえよ。壁、何見えますかみたいな、壁。壁。本当にあの、うちらのこと助けてくれた女の人にマジ感謝。うん、マジ一生分のハローキティのグッズ送る。うちらマジどんどん酸素減らしてきてるから。本当にこの状況マジで、多分40分で出られたけど、もしこれが1日とかかかってたら、うちら多分もう中で本当に酸欠どころでもう盛り上がっちゃうよね。違う、さっきね、手を鳴らしたの。鳴らしても何もない。あの、声は何も聞こえなかったけど、ノイズが聞こえたの、どんどんって。奇跡だよ、もうこれは。これ40分後ぐらいだよ、うちらこれで、これで、ね、やっとなんか光を感じ出したの。もう本当にね、24時間テレビで言ったらね、負けないで、もう少し、最後まで。こんにちは、私たち出たThank you so much.こんな感じでご覧いただきましたか。うちらのエレベーターに閉じ込められた感じなんですけど、あの、今動画見てもわかると思うけど、なんかで扉から出た瞬間はめっちゃカジュアルで、なんか君ら大丈夫って言われて、大丈夫ですって言ったら、オッケー、ありがとう、もうどうぞみたいな、何もないのって思ったんだけど、ね、でもわかんないけど、でもすごい怖くて本当に怖かった。だけどこうやってインスタグラムでマジ現代っ子だからやって、なんかいろんな人がこうすればいい、ああしてくればいいっていろいろ教えてくれてありがとう。でね、しかもね、なんかその多分住民の人なんだけど、うちの声とかを聞いて、ベルとかを聞いて、なんかその消防車の人呼んでくれた人いなかったの、うちらが出た時だから、せめてものお礼を言いたかったんだけど、だからもしこの動画を見てたら、日本語わかるかわからないけど、私たちお礼したい、だから、DM して、よろしくです。ということで、そんな感じで今日は、その私の経験をちょっと、最近あったちょっと怖かった経験をシェアさせていただいたんですけど、よかったら、インスタグラムのフォローと、スナップチャットと、チャンネル登録してくれたら、本当に好きがこぼれ落ちます。で、なんといっても、チャンネル登録者数が、なんと70万に突破したんです。おめでとう、よかった、嬉しい。ありがとう。すごい、いきなり大きい声出たから、本当に。本当に、クマから森が出た。あの、森からクマが出たかと思って、今射殺するかと思って、気をつけてね。ということで、みんなありがとうございます。これからもみんなとね、幸せな人生を築けるようにうちらで頑張ってこうね。じゃあまたみんな来週会おうね。スーラ一言どうぞ、最後に。みんな大好き、バイバーイ。